無免許運転で事故を起こした疑いがある木下富美子都議、54歳、に対して、東京都議会は23日、辞職勧告決議を可決した。各会派が同日の臨時会に、決議案を提出していた。決議に法的拘束力は、ない。木下氏はこの日の臨時会を、欠席した。木下氏は都議選で再選を、果たした翌5日、免許停止の行政処分期間中だった2日に、事故を起こしていたことが発覚。所属していた都民ファーストの会を除名された後、一人会派 SDGs 東京を立ち上げた。都民ファ特別顧問の小池百合子知事は23日の臨時会を記者団に、今回の決議は重い、しっかりと受け止めていただきたいと思う、と述べた。議員辞職すべきか、と尋ねられると、今日の決議はそういう決議、思いは同じ、と答えた。木下氏をめぐっては、小池知事は9日の定例会見で、このような事例が、政治への信頼を欠くことにつながり極めて、残念。新しい会派を作るという出処進退が、選択肢としてあることに大変驚いた、と述べていた。